ネオ、とんでもないお笑いを披露。地球、冒頭、冒頭、冒頭とノーヒットで1点取られました。竜に染まった男。まあまあスタンダード。キャッチャーだれ、冒頭という名のホイツなのでは。こいついつも阪神戦で大暴れしてんな。そろそろ面倒見てもらえなくならんか。もう大卒くらいの年齢。ちゃんと間に三振2つ挟めよ。恣意的だぞ。コンバートした方がええやろ。山浅いってやつ1年目ルーキーやし、まああれやろな。森木急速戻ったの早いけど相変わらずコントロール悪いな。森木もあんまり良くないわね。投手あかんか外野にコンバートや、外野あかんか投手にコンバートや。彼女できてから請求が藤浪化してるけど大丈夫？強打の定位置を脅かした男。すでに3点取られてることには触れない優しさ。優では合格点。苦しいミスリードはロタ。大阪桐蔭だっけ？オワコンやん。これも劣化藤浪さん。ネオに関しては肩幅と関わったのが運の月夜だが、育成成功した選手なんか誰もおらへん。投手コーチに相談もせんと決めるからリリーフはできるかもしれないが先発は難しいと言ってた阿波野の評価通り。ご視聴ありがとうございました。